番組の最後は名古屋市の中心にあるホテルミラージュ。どのお部屋も雰囲気が個性的で居心地のいい癒し空間を演出。お一人でもご利用可能で、満喫した時間を有意義に過ごせるのが特徴です。これは一ランク上ですかね。そうですね、 B ランクのスタンダードです。あー、こっちのはいいな。これちょっとモダン系でちょっと高級っぽい ね、ちょっとバーみたいな、ね、いいいいいい、なんか床もこれぐらいあるといいですね。床もいいね、うん、いやだいぶなんかちょっとバーこれだったらゴルフいいね、いけるんじゃない。ちょっとジャズ流しちゃった。さっきの部屋ちょっとジャズ流しちゃった。クラシックかね、はい、いいいいね、これ僕なんか俺気に入った。はい、はい、全然いいね、ちょっと落ち着くよね。これスタンダード、スタンダードです。あ、これだね。これで真ん中、いや下から2番目。あ、これ で、 で宿泊で9,980円。宿泊で普通のホテルだったらこのぐらいあるともういい部屋だと思いますよ。いや、ね、だってそれこそだから結果セミスイート風な大きさあるっすよ。いや、あるよ、あるよ、大体2万3000円ぐらいやな。まあ、もうちょいいくと思う。もうちょいいくか。4万円近い。これで飲み物もね、冷蔵庫から取ったらコカ・コーラが1本700円ですね。マリオットやったらそこまでします、ね、700円します、ちょっと取るのに引いちゃうもんね。やっぱり戻して飲んじゃったらコンビニ行って買ってきてバタやってたから。で、部屋も関係なくこれあの3時間飲み放題1人890円で、はいはい、うん、これでもすごいお得ですよね。まあ、とにかくこれつけた方がいいよね、うん、そうですね、うん、まあ、皆さんそういう目がけてくるお客様も今多いので。あ、でもこれ、うん、これを打ち出したいですね、どんどんね。そうですね、うん、合うんですか。合わないですよね。ちょっと合わんですよ。いや、そこはね、だってこの間あのお二人で16杯ですよ、はい、ビールだけ。まず生ビール16杯。それさ、もう1回ずつじゃあ電話でオーダーするわけ。電話でもいいし、そのテレビリモコンでもできるので、ね、ただグラス交換って義務付けがあるので今回。あ、それは16杯飲んだらもう30分で16杯目だよって思うよ。まとめてでもまあしょうがないの、飲み放題。飲まない人もいるからね。毎回毎回常時あの注文した方が冷たいのでビールなんか冷えてるので、まあ、全然大丈夫ですよ、まあ、で、あとはいつも通りのこのグランドメニューももちろんあるし。そうなんです、もちろん皆さん頼んでいただけるので、グランドメニューもありますし、あるよね、うん、はい、でこちらのメニューも今あの4月には新しく変わる予定で。あ、変わるのこれ。変わります。ガラッ と、 ッと、そうですね、ガラッと変わるのでお楽しみに。ガラッと変わるんだ、はい、あの人気のあるのは今まで通りで、例えばそうですね、例えばカレーとかああいうやつはもう定番のものはピザとか、はい、そういうものは残しますけど、こういう映画とかも見放題なんですよね。そうですね、こちらの部屋はあちらにもテレビついてるので、あ、寝ながらから VOD が普通に。あ、寝ながらね、全部無料なの。無料です。普通のホテルだったらカード入れて1560タイトル以上あるんで、レシートもらってその番号入れなかった。そっちで暗証番号入れなかった。あっちが見るんです、あっちが見るんですよ。暗証番号入れないと見れない。わぁ、そうそうそう、暗証、いや音が信用にカチャーって音が上がる。次がスタンダード B とか、これが B なので、うん、次は D ランクいきます。 D ランク、でもこの部屋は初めてじゃないですか、俺ら入ったの。そうですね、初めてですよね。初めてですね、はい、かっこいいこれ、うん、うん、じゃあ感染証明の感じとか、なんかあのこういうホテルにだって仕事ばっかやってる人が芸的で一人に来てこうゆっくりね、いろいろ考える時間的にこの、はい、使ってもいいんじゃないの、うん、ね、集中してできるじゃん、はい、まあそうですね、うん、890円で890円飲みながら、バンバン飲みながら、飲みながらで酔っ払っちゃってお客さんから出ませんけどね。仕事で使えね、うん、仕事で使え。いや、でも本当にすごい雰囲気です、うん、めっちゃなんかこだわられてるんですよ、うんうん、好きそうな川じゃん。ありがとう、ありがとう。カバン持ってしょ、そういうのカバン持ってしょ。300万ぐらいの。他にも様々な部屋があり、低価格で提供。時間に追われることなく、ゆっくりくつろげるのがホテルミラージュの特徴です。その他、メンバーズ会員になると様々な特権がついてきます。ビジネスでもよし、旅行でもよし、ホテルミラージュ、ぜひ来てくださいね。